はい、シンサーマニア TV 沖縄冒険編をご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今日、首里駅近くに来ています。まあ、この定点観測というか車載動画の定点観測をやっていきたいと思います。日付が2015年の12月、15日、火曜日ですね、のお昼頃でございます。これからこの首里駅の端っこから、延伸工事、ユイレールの延伸工事がどんな感じになるのかというのをチェックしていきたいと思います。この辺がモノレールの支柱工事をやっている箇所でございますね。今からこの首里駅の方から向かっていくのが石峰駅、そして京塚駅、浦添、前田駅、寺子、浦西駅でございます。渋滞気味なので、もしかしたらなんていうかな、途中途中カットするかもしれません。特にこういう信号待ちの方はカットするかもしれません。はい、青になりましたので進みます。で、天気が今曇りでございますね。で、今沖縄は予報では PM2.5 が今日もしくは明日がピークみたいな感じで、すごいなんていうんですかね、警戒しなければいけないレベルまでなっている感じらしいですね。ちょっとのニュースで読んだだけなので詳しくまだ見てはいないんですが、そういう感じになっているらしいです。はい、でここ柱がだいぶ立ってますね。今通っているところは、首里駅と石峰駅の、なんていうんですか、間、その駅間を今走ってるという感じでございます。完成予定が2019年ということでございますね。信号が赤になるので一旦止まります。はい、青になりましたので進みます。自転車メッセンジャーですね、かっこいいですね。ただ気をつけないと怖いですね。左側には郵便局、これは首里郵便局ですか。あとジミーとかがあるっていう感じでございますね。この辺のバス停は第二石峰ということでございます。左につけ麺、前も行ったかな、これ行きたいな、いつか行こう。はい、まあ、とりあえず進みますね。この辺が石峰駅になる予定ということでございましたよね。前回の動画でも言いましたがね、この辺りが石峰駅になる予定でございます。はい、でここに沖縄銀行石峰支店があります。でこのまま行くと、今は石峰駅と京塚駅の間の何で区間っていうんですかね、でございます。でおそらくこの動画を見ている方は、このユイレールについての情報ある程度もしかしたらもうあるのかもしれないので、詳しい内容はそういうブログだとかホームページだとかを見た方が分かりやすいかと思います。この動画の目的はこの現時点で工事がどういう感じに進んでいるのか、元あった建物がどんな風になったのか、なくなったのか、新しい建物が建ったのか、そういうのを何て言うんですかね、見比べるために撮ってる、記録として撮りたいという感じが目的なので、まあどういう感じになってるのかなというこの車窓風景をお楽しみいただければなと思っています。はい、私のネット環境のとかもあるんですが、15分ぐらいが目処なので、信号待ちなどはカットを予定しています。この辺は前になかったこのなんていうんですか、車線変更でございますよね。なので前来た時よりも進んではいるという感じでございます。本日は12月15日火曜日でございます。おそらく今年最後のなんていうんですか、このユイレールの延伸工事風景という感じになると思います。
で何度も話してますが、おそらくここをこのまっすぐを突っ切るんではないかという予想はあるんですが、私としては、近道というか回り道をしていきたいと思います。なので赤なのでちょっと一旦止まります。石峰でございます。はい、矢印出ましたので進みます。本来はこの場所はユイレールは通らないんですが、今道がないのでここを私は通って回り道をして行きたいと思います。おそらく何度か見ている方はここの道ももうご存知かと思いますが、とりあえず回り道という感じでございます。本当ここもカットした方がいいのかなと思うんですが、まあとりあえずここはカットせずにという予定にはなります。優先順位では、優先順位というかカットする優先順位なんですが、信号待ちの部分をカットを予定しています。で、あと場所によってはもしかしたらカットしていくところもあるかもしれないんですが、基本はよいしょ、信号待ちの部分だけをカットという予定にはしています。ただまだわからないですね。はい、この先の方に、なんていうんですかね、京塚駅が、できる予定だと思われております。で、左側に行くと三栄京塚シティというのがあります。で、右の方が、アパートだとか霊園ですね、お墓の方がたくさんある感じになっています。で、最近ここにうなぎ屋さんができたんですが、まだ行ってないんですが、美味しいんですかね、ちょっと気にはなります。で、前に見えますでしょうか、モノレールの支柱ですね、少しずつ立ってきておりますので、前よりは増えてるんじゃないかなと思います。で、ここですね、なんていうんですかね、道が変な感じになっているので、時々逆走してくる方がいる危険な場所なので、気をつけましょうという感じです。で、前田トンネルがあります。この辺りに、京塚駅ができる予定ということになってはおります。はい、で、この前田トンネルの上には、玉城長君という組踊りの始祖のお墓があるという感じでございます。で、右側に、金秀で見えますかね、朝9時から24時までオープンという金秀、ここが最近移転してきてここにオープンしました、なんだっけ、前田国際市場だったかな、という金秀がスーパーですね、タウンプラザ金秀スーパーがオープンしました。で、この辺がちょっと入り組んでていつも混んでるので大変なんですが、これは通っていいのかな、誰も合図してないんですが大丈夫なのかな、通ります。ここも工事中でございます。ここなので、なんていうの、交互通行になってるんでものすごく混みますので、ここを利用する方は注意した方がいいんでしょうね、おそらく。はい、で、この辺はいろいろ立ち退きとかも進んできて、で、また新しい建物が建ってきている感じでございますね。で、この先の信号から右に曲がるんですが、この辺りに浦添前田駅ができる予定ということになっております。で、ここは、なんていうんですかね、最近渋滞をする感じにはなってますね。ここはなかなか抜けきれないので、信号を抜けるまではカットになるかと思います。ご了承ください。はい、抜けられそうなのでそのまま続けていきたいと思います。今右折しました。この辺りに浦添前田駅ができるという感じになっております。はい、で、この辺も少しずつ工事が進んで
いろいろ壊したりだとか新しいものを建てたりだとかしてます。ここも道が今左側の方に少しずつなんていうんですか、幅を広げる感じになってますね。で広がっています。で今通ってるのが浦添前田駅と手だこ浦西駅のなんていうんですか、あの駅間という感じになります。でユイレール初の、トンネルという感じで、この右側の方が今穴を掘ってるんですけれども、ユイレールが中に入っていくトンネルみたいになっていくっていう感じですね。なのでトンネルができたとちょっと楽しみですよね。ユイレールがどういう感じになるのか、トンネルを通るということなので、右の方にはなのでなんていうんですか、支柱とかではなく下を通っていく感じになっている、初のトンネルみたいな感じになっているらしいですね。なので工事の風景がなかなか見えないんですけれども、まあ、トンネルになっているということで、まあ、機会があればなんていうんですか、トンネルの風景を撮りたいなと思っています。で方向としてはこっち側の方に、ここがこういう風になんていうの、下り坂になってるんでトンネルを採用したんでしょうね。あまりなんていうんですか、上ったり下ったりが多いと大変なので、で右側工事してるので、ここもユイレール的な関係で何か工事してるんでしょうか、ちょっとよく分かってないんですが、右側も工事をしています。で信号的に止まるのでちょっとカットするかもしれません。はい、動き出しました。で今終点の裏にして手だこ駅の工場というか工事している場所に向かっている感じなんですけれども、まあ、おそらく入れないかもしれないんで、入れるところまでちょっとだけちらっと見てという感じにしたいと思います。方向としてはこの右側の方向になります。でどうなるかなという感じ、工事をしているのでちょっとだけ覗いてみますか。この辺りですね。おっとおっと、車が来ましたね。この見えますでしょうか、ここで沖縄自動車道と連結をして、なんていうんですかね、高速とユイレールがつながるみたいな感じになると思います。今工事しているのが手だこ浦西駅の辺りでございます。以上、雰囲気的ななんていうんですか、工場というか工事風景、工事の進捗風景なんですけれども、まあね、リクエストがありましたらこの中にもザザザッと入ってみたいんですけど、多分難しいと思うので、ここで U ターンをして終わりということにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた、バイバイ。と言いながらまだ続いている可能性もあります。よいしょ、とりあえず用事があるのでそこに向かっていきたいと思います。どんな風にモノレール、ユイレールが出来上がるか楽しみでございますね。でよいしょ、ここも穴掘ってるの、ここもトンネル工事でしょうね。ここから出てくるとか何かになるんでしょうか、という感じでございます。それではバイバーイ。